皆さんこんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進委員協議会阿蘇支部です。今日のメニューはほうれん草としめし、ザコチーズ和えです。今回教えてくださるのは村上さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、そして器はこちらになります。阿蘇市高梨市にあります竹室窯さんから、器を貸していただきました。竹室窯さんのご紹介は番組の最後に載せておりますので、ぜひご覧ください。今日は、はい、みずみずしいほうれん草、そうですね、ですね、至って簡単なものを、うん、はい、美味しく炒めたいなと思って、はいはい、用意いたしました。では早速、はい、作り方を教えてください。はい、まずほうれん草を湯がきます。湯がく、はい、ちょっと固めに湯がきたい、うん、はい、と思います。はい、お酒と水、お酒と水、はい、で蒸し焼きにします。あ、しめじを、しめじを、はい、そうです、しめじを、はい、そうです、はい、はい、でもしなっとなればもうそれで、うんうん、はい、出来上がりますので、にんにく、にんにく、はい、もう切るのこれだけしかもなくてほうれん草としめじってこうなんかね、組み合わせよくありますよね。そうですね、クリームとか系、うんうんうん、それにニンニクが入って、ニンニクが入って、はい、じゃこを入れます。はい、この次は、この次はこれを蒸し焼きしたら一緒に入れて醤油とただ和えておきます。はい、はい、で最後に今からじゃこと、うん、はい、ごま油とニンニクで炒めてそれをかけます。あ、なるほど、和えるってことですね。うんうんうん、はい、入れておきます、はい、一緒に、はい、で少し軽く、軽くあれして醤油を入れておきます。はい、はい、まあまり醤油はいらないです、そんなに、はい、最後に、はい、ごま油、はい、はい、にんにくで、じゃこを入れます。もうマスクをしててもニンニクのいい香りが、ね、はい、でこれにもチーズを、はい、もう振りかけます。はい、でもあのもう器に沿ってやれるんですけども、もう多分これは今日は和えるですので、もう全部和えたいと思います。うんうん、はい、はい、で出来上がりです。はい、はい、ほうれん草としめじのじゃこチーズ和えです。はい、出来上がりました。皆さんぜひ作ってみてください。試してみてください。地産地消クッキングでは阿蘇市の窯元から器を提供していただいています。阿蘇市坂梨にある竹室窯さんは、若き陶芸家が父の後を継いでスタートさせた窯元で、普段使いのできるシンプルなデザインの器を製作しています。